はい、こんにちは。中学受験さくららチャンネルの竹谷直樹です。今日はね、成功した後になぜ人は狂ってしまうのかっていうテーマでね、語ろうと思うんですよ。まあね、まあ起業するとかね、自分で商売を始めるとか、あとまあ医者になる、弁護士になる、政治家になる、まあ、いろんなね、成功の仕方がありますよ。まあ、努力に努力を重ねてね、忍耐に忍耐を重ねて人は成功していくことができます。ある時はまあお金がどんどん入ってくる時もあるし、まあ、いろんないいことありますよ。でもね、人間っていうのはなんで成功してもね、成功するとおかしくなっちゃうのか。これね、成功し続けることは大変なんですよ。で、なんで成功するとおかしくなるのかっていうと、実はね、成功をつかんだ後を考えてないっていう場合がね、多いんですよ。軌道に乗るところまでは走れるんです。でも軌道に乗って離陸するとそこからスーッとね、登り続けていく。成功する状態を維持し続けることがね、目標じゃないんです。何していいか分かんないっていう状態になるんですよね。何していいか分からないけどしばらくお金が入ってきます。そうするとね、何したらいいか分からないから、本当にどうしようって思う。結局ね、何も考えてないから、どういう選択肢が次に自動的にその人にね、送られてくるかというとね、まあ、しょうもないような選択肢が送られてくるんですよ。成功した後にどうしたいかってことが決まってないと。例えばね、車を買いませんか？いい車を買いませんか？綺麗な女の人はどうですか？いい時計をはめませんか？夜景が綺麗なマンションを買いませんか？ブランドのスーツを着ませんか？旅行を豪華なホテルにしませんか？オフィスをきれいにしませんか、豪華にしませんか、一等地のインテリジェントビルに引っ越しませんか。まあそういうね、まあろくでもないって言ったら失礼なんだけど、ろくでもない選択肢が次から次へとね、どうですかどうですかと来るんですよ。本来ね、人の役に立つ、人の役に立とう、そうやって成功しようと思ってたのに、人の役に立てるようになると、今度はね、どうでもいい、ちょっとかっこいいもの、成功したらこれぐらいしてなきゃいけませんよ、これぐらいの家に住まなきゃいけませんよ、成功したら綺麗な女の人をはべらせなきゃいけませんよって、そういうねものばかりが来るんですよ。そして次を考えてない人はそういうものにフラフラっと行っちゃうんです。そういうものっていうのはね、得た瞬間しか満足度がないんですよ。得た瞬間しか楽しくないんです。だから次から次へと、もっと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 っていうね、欲求が肥大化しちゃうんです。賭博もそうですよね。こういう賭博の世界がありますよ、やってみませんかって、どんどんレートが高くなるんです。でもね、僕はね、一時それに流れてもいいと思うんですよ。なぜならね、狂うと狂った後に、ああこれは本物の姿ではないなってどっかで気づくからです。
それは痛い目にあって気づく人もいます。僕なんかそうです。非常に痛い目にあったと思います。でもね、僕は分かりました。ああ、いい車に乗ることや、ね、ちょっとしたいいスーツを着ること、ブランド物を身につけること、そんなものは何にも意味がない。気がつくんですよ。大切なことは自分の使命を果たし続けることなんだ。僕の得た結論は自分の使命を全うすることだ。僕だったら分かりやすい授業や動画を提供して気楽に動画だけで、そしてテキストで全教科全科目全単元、いつでも分かりやすいコンテンツを提供する。そのために命を削ってもいい。その使命を果たすことに邁進することが実は成功した後のやることだったんだ。それ以外にない。世の中に成功したらこういうものを持たなくちゃ、買わなくちゃ、そんなものに惑わされる必要なんかなかったんだと、そういう結論にね、僕は達したんですよ。だから今こうして動画を撮ってるんです。でも僕はね、痛い目に遭いましたけど、それで良かったと思っています。僕は少なくともね、何か頑張って頑張って努力をしてうまくいった時にね、絶対に失敗するんですよ。痛い目に遭うんです。そして痛い目に遭った時に初めて僕はね、真剣に考えるんですよ。一体何がいけなかったのか、どうしたらよかったのかって。痛い目に遭ったからこそ真剣に考えて今の僕のはいるんです。だから僕はね、一度成功した人が何か足を踏み外して大失敗した時に、その人を非難する気にはなりません。頑張れって思います。そこから這い上がれって思います。そこから這い上がってもう一回自分の使命を果たし始めた時に、その人は本物になるんですよ。だから挑んでみることです。挑んで成功することです。で、成功したらね、舞い上がったっていいんですよ。必ず神様はあなたを引きずり下ろしてくれます。で、引きずり下ろされた時にハッと気づけばいいんです。それが僕がね、出した結論なんです。今日はそんな話です。いいなと思ったらチャンネル登録お願いします。では今日はここまでにしましょう。